写真拡大。プロ野球のロッテ西武は7対6で西武が勝った。鳴り物の応援がない球場で観客は固唾を飲んで戦況同点で迎えた9回西満塁。西武の栗山は塁に出れば1点入るとシンプルに考えていた。鼻息が観客に聞こえるかもしれないと緊張した。際どい球を見極め、押し出し四球を選び、勝ち越しに成功。ロッテファンのため息と西武ファンの拍手が交錯した。今季で19年目を迎えたベテランも、久しぶりの観客の前での試合に喜びと緊張感を感じていた。8回には同点ツーランを放ち、試合を振り出しに戻した。この上ない喜び。ファンの視線はありがたいと改めて観客の前でプレーするやりがいを感じた。1回に先制スリーランを放った山川も久しぶりにファンの前で打てて嬉しいと喜んだ。ベンチ前では両手を広げて突き上げるおなじみのドスコイポーズを披露。ドスコイの声が球場内に響き渡った。辻監督は久々にお客さんが入って新鮮だった。今までの応援スタイルとは違うが頑張れという拍手を感じいいなと思った。改めてファンのありがたみを感じていた。神田沙也加。